真摯に反省してしっかりと今対応するというお話がありましたが、それが皆さんの、まあ、皆さんに課せられた最大の使命だと思います。柏崎刈羽原発のテロ対策に不備があった問題で、東京電力の小早川社長は新潟県刈羽村を訪れ、品田村長に謝罪しました。また原因究明と再発防止策の策定を急ぐ考えを示しました。小早川社長はその後、柏崎市を訪れ桜井市長に謝罪しました。桜井市長は、市民は東電の体制や資質に疑念を抱いたと批判し、再発防止を求めました。